はい、ピーテックカンパニーの日高です。今日はですね、宮崎市淡木ヶ原にあります市民の森公園へと来ております。ここはですね、毎年今の時期になりますと花菖蒲が咲き誇ることで有名で、今日はその花菖蒲を見にやってきました。ここ市民の森花菖蒲園は宮崎駅から北へ約7キロ、車で約15分の距離にあります。4300平方メートルの広大な敷地に約160種、7万株が植えられ、今頃の時期になりますと約20万本の花が咲き乱れています。花菖蒲は昭和43年に宮崎市の花に指定されていることもありまして、宮崎市民の花として広く親しまれております。そしてこちらの公園も5月中旬から6月中旬頃まではたくさんの人でにぎわっております。しかし今年はコロナの影響でイベントは中止になったようです。余談ですけど、宮崎市には花菖蒲が咲き誇っている場所がもう一箇所ありまして、それは宮崎市佐土原町の歴史資料館各章館になります。ご興味のある方はそちらの方へも出かけてみてください。花菖蒲の花はアヤメ、カキツバタに似て非常に美しい花を咲かせます。そして梅雨時期に咲く代表的な花の一つでもあります。江戸時代中期頃からは盛んに品種改良が行われ、浮世絵師歌川広重の作品にも登場するほどです。今の梅雨時期のしとしとと降る雨の中、ぼーっと色鮮やかな花菖蒲の花を眺めてみてはいかがでしょうか。もうしばらくすると花の時期が過ぎてしまいますので、出かけられる方はお早めに出かけられてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。